後半戦は九州大学のキックオフで試合が始まる形になります。キックオフしますのは九州大学11番の児玉です。岩田南高校出身の2回生。さあリターン側の福岡教育大学は現在円陣を組んでおります。リターン内に入りますのは1番、そして7番の選手が入りました。1番は古川、霞ヶ丘高校出身の4回生。7番は江中、福岡大学附属大濠高校出身の2回生です。さあリターンに入ります。これも九州大学カバー役、福岡教育大学自陣25ヤード付近からの攻撃となります。この結果最初の攻撃を担うのは福岡教育大学になります。ボールオンは自陣25ヤードからの攻撃、どのようなプレーを選択するでしょうか。福岡教育大学ファーストアウト。ナイスタックル。まずランプレーから入りました。成馬区20番左オープンを突こうとしましたが、このランプレーを九州大学24番が見事なタックルを決めまして、ゲインを2ヤードに留めております。福岡教育大学セカンドダウン8。ここでシャベルパスを通しました。シャベルパスは下から投げるバイパスです。このパスを取りましたランニング枠1番右オープン展開を図りましたが、約1ヤードのゲインとなっております。レシーバー1番は中村、失礼しました、1番は古川でした。霞ヶ丘高校出身のプレイヤーです。福岡教育大学サードダウン7。ナイスゲーファースター。ここでクォーターバックではプレイアクションから手前にいましたワイドレシーバー0番にパス。0番これをキャッチアンドランし、タックディフェンス殺到する中、見事攻撃権更新を果たしました。福岡教育大学ファースター、見事なキャッチアンドラン決めたのは0番の田口でした。金谷高校出身の4回生です。攻撃権更新になりました福岡教育大学。ボールオン自陣36ヤードからファーストアウト。ここでホイッスルが鳴っています。イエローフラッグが投入されました。反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。アメリカンフットボールオフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。先ほどスタートが乱れたため5ヤード抜体する形でファーストダウンをやり直しです。福岡教育大学ファーストダウン15で試合再開です。ボールオンは自陣32ヤード。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ先ほどのパスプレーの間に何らかの反則がありました。パスインターフェア、ディフェンスの反則がありました。
前パスが浮いている間は基本的にはそのコース上にあるレシーバーおよびディフェンスの選手はともにお互いを接触して妨害してはいけません。先ほどのプレーその行為があったということで反則になりました。反則発生時点の段階でそこに進んでのファーストダウンとなります。従いまして福岡教育大学相手陣37ヤードからファーストダウンの攻撃に入ります。パス成功。クォーターバックには今度は内側から外で展開しようとしたレシーバーにパスを投じましてこのパス成功させています。約5ヤードのゲインとなりました。短いパスを着実に組み立てている戦術に入っております。福岡教育大学ボールオンは自陣42ヤードからセカンドダウン5。今度はランプレーでしたがこれは九州大学ナイスディフェンス。何は20番に中央トップを図らせようとしましたがこれを九州大学49番見事なタックルを決めましてゲイン1ヤードにとどめております。素晴らしいタックルでした。49番は岩本でした。八幡高校出身の2回生。福岡教育大学サーダウン4。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。先ほどバックスの選手がフライングする形で動いてしまいました。5ヤード抜体となります。福岡教育大学サードダウン9で試合が継続となります。さあ9ヤードとなりましたがこれを突破できるでしょうか。ナイスゲーム、ファースター。3番プレッシャー浴びながらプレイアクションからワイドレシーバー0番にパス。これを取った0番そこからキャッチアンドランし攻撃権更新です。福岡教育大学ファスター。見事なキャッチアンドランを決めましたのは福岡教育大学0番の田口、金谷高校出身の4回生です。さあハーフウェイ付近までボールを返してきました福岡教育大学。ボールオンは自陣48ヤードからのファーストダウン10。パス成功。今度は内側に入ってきたワイドレシーバー7番にパスを通しまして約4ヤードのゲインとなっています。ディフェンスの中見事キャッチしたのは7番の江中でした。福岡大学附属大濠高校出身の2回生です。さあこれによって相手陣に入っています。福岡教育大学セカンドダウン6。ここでパスを投じようと見構えましたがその一瞬の隙をつきましてディフェンスライン陣佐藤、最終的に50番の選手が QB サックしましてこのプレーを阻止しております。見事 QB サック決めましたのは九州大学ディフェンスライン陣、素晴らしい活躍でした。福岡教育大学サードダウン11。パスは成功、しかしナイスタック。ここで左に展開したバックス5番へのパスを投じ5番そこからフレアパスを受けてキャッチアンドラン図ろうとしましたが
これを九州大学96番見事に対応しまして、このプレーを2ヤードのロスで止めました。この結果、福岡教育大学はフォースダウン9の状況に変わります。さあ、プレーを行うフォーメーションを取っていますが、ここからどのような状況に持っていくでしょうか。プレーします。そのパス通った。判定はどうか。攻撃変更、走りギャンブル成功。ファースター。前半はここからパントを蹴っておりましたが、ここでそのままプレーを敢行しました。フォースダウンギャンブルです。今日疲れる形で展開されたプレー、ワイドレシーバー10番、これをキャッチしまして攻撃変更シーンです。福岡教育大学ファースダウンとなりました。見事なキャッチを決めたのは10番の岡村です。さあ、相手陣40ヤードに入りましての福岡教育大学ファーストダウン。点ファーストダウン、ファーストダウン。ここで素晴らしい速さでプレーアクションパス、中央縦に切り上がったワイドレシーバー1番、これを見事にキャッチしまして攻撃権更新。福岡教育大学ファーストダウン。鮮やかなパスを投じたのはクォーターバック2番の竹内、松山北高校出身。取りましたワイドレシーバー1番は古川、霞ヶ丘高校出身の4回生です。福岡教育大学相手陣14ヤードからファーストダウン10。この判定どうなるでしょうか。ターンオーバー、投手交代となりました。先ほどのプレープレーアクションからパスを投じました。モーションは上からの前パスのモーションでしたが、実際には投げた位置よりも後ろに投げる後方へのパスでした。後方へのパスはランプレーと同じ扱いになります。キャッチミスしてもプレーは続行します。このボールはファンブルボールと同じですので、抑えた九州大学から攻撃が出まして、九州大学の攻撃になりました。さあ、まず九州大学ランプレーから入りますが、福岡教育大学ディフェンス陣殺到します。左オープン掴んというプレーでしたが、ほとんどゲインなくセカンドダウンに変わります。九州大学セカンドダウン9、イエローフラッグが投じられています。反則が発生しました。オフェンス側九州大学の反則です。交代班フィールドの中に12人おりました。アメリカンフットボールは外にいる人員には制限はありませんが、フィールドの中は11人以下と決まっております。この反則により5ヤード抜体という形になり、セカンドダウンやり直しです。パス不成功。ここで右に展開したワイドレシーバー36番にパスを投じましたが、このパスはショートしましてパス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。九州大学サードダウン14。パス不成功。ここでクォーターバックは奥へパスを投じましたが、レシーバーとコミュニケーションを合わずパス不成功となっています。九州大学フォースダウンに変わります。
九州大学フォースダウン14パントフォーメーションを取ります。さあ、この判定はどうやら福岡教育大学を抑えた格好になっております。果敢にリターンしようとしましたが、この時にボールを結果的に確保できず触れた形になりました。あの状態で九州大学が抑えますと、九州大学が攻撃を継続できる格好でしたが、しかしこれはどうやら福岡教育大学を抑えまして攻撃権を奪取することに成功しているようです。攻撃権変わりまして福岡教育大学の攻撃です。ボールオンは自陣43ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。先ほどの場合は相手に接触しましたので、この時点でプレー終了です。5ヤード抜体となります。従いましてオフェンスは5ヤード前進し、ファーストダウンやり直しという格好になります。福岡教育大学ファーストダウン5、ボールオンは自陣48ヤード。ここでイエローフラッグ、再び反則が発生した模様です。今度はオフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。正確にはオフェンスチームは開始前1秒間の静止が求められますが、1人フライングして動いた模様です。従いまして5ヤード下がりまして、ファーストダウンやり直しです。福岡教育大学ファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック2番、中央に走り込んできたワイドシーは0番にパスを投じましたが、これはディフェンスの圧力がありましてパス不成功となっています。福岡教育大学セカンドダウンに変わります。福岡教育大学セカンドダウン10。さあ、レシーバーを左に3人並べました。そのサイドへ走り込んだ5番へのパスでしたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスに反則がありました。背後からの不正なブロック、相手選手を後ろからヒットしました。ボールを持っているチームは相手選手を後ろからヒットしてはいけません。しかしこの反則を九州大学は取らず、ダウン進めてサードダウンに変えます。従いまして福岡教育大学サードダウン10。パス不成功。クォーターバック2番、振り向きざまに右にいましたワイドレシーバーにパスを投じましたが、このパスレシーバーキャッチできず、パス不成功となっています。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。福岡教育大学フォースダウン10。さあ、プレーを行うフォーメーションですが、どのようなプレーを投じるか。再びプレーを敢行しました。フォースダウンギャンブル。
さあ10番へのパス判定はどうでしょう。攻撃権更新です。ギャンブル成功。ファースター、非常に際どいキャッチ点ですが10ヤード突破しておりました。見事攻撃権更新しまして攻撃継続です。福岡教育大学ファースター。パス不成功。ここへ内側に寄りました。20番にパスを投じましたがこれをパスカットされましてあわやインターセプトという状況でした。しかしパス不成功となっています。福岡教育大学相手陣47ヤードからセカンドダウン10。成功。クォーターバック2番左に展開していたワイドレシーバー10番にパス。10番そこからキャッチアンドラン図りましたがタックル受けましてゲインは3ヤードにとどまっております。再々キャッチを続けておりますがワイドレシーバー10番の岡村です。大分豊富高校出身の2回生です。さあサードダウン7、どんなプレーが出るでしょう。パス成功。ファースター。クォーターバック2番交錯するレシーバーの中から1番を選びました。パス1番これをキャッチし攻撃権更新です。福岡教育大学ファースター。見事なパスを投じましたのはクォーターバック2番の竹内。松山北高校出身3回生。取りましたのは1番の古川でした。霞ヶ丘出身の4回生です。福岡教育大学じりじりと相手陣九州大学陣に入ってまいりました。ボールオンは相手陣36ヤードファーストダウン10。パス不成功。ここでロングパスを投じました。一気に1番にキャッチしタッチダウン狙わんというプレーでしたがこれは九州大学33番見事にパスカットしパス不成功に変えています。素晴らしいパスカットを決めたのは九州大学33番の酒井。金沢泉ヶ丘高校出身の2回生です。福岡教育大学セカンドダウン10。ファースター。ここでプレーアクションパスを展開。ダウンをフェイクにしまして内側に切れ込んできたワイドレシーバーにパスを投じそのレシーバー10番滑り込みながらこれをキャッチし攻撃権更新です。福岡教育大学ファースター。見事なパスキャッチを10番の岡村決めました。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして九州大学24点、福岡教育大学0点。攻守方向入れ替え最終クォーター第4クォーターに移ります。